ノア・ウォレスは、アメリカ合衆国、インランドエンパイア出身のフリースキーヤー。種目は、スロープスタイル。使用スキー板のブランドはヘッド。小学生の時から、アメリカ合衆国ワシントン州東部に位置する中規模、商工業都市スポケーンに住んでいる。ホームゲレンでは、アイダホにあるシュバイツアーマウンテンリゾート。2014年3月に、 スイスのシルバプラーナで開催された FIS 主催のフリースタイルスキーワールドカップスロープスタイル種目ではスウェーデンのジェスパー・ジェイダーに次ぐシルバーメダル。2015年1月にオーストリアのクライシュベルクで開催された FIS 主催の世界選手権スロープスタイルではオーストラリア出身のラス編賞に次ぐブロンズメダルを獲得。 2015年3月に開催された AFP 主催のヨーロピアンフリースキーオープンでは、ソチ五輪スロープスタイルで優勝したジョス・クリステンセンや、2013年のウィンター・エックス・ゲームズブロンズメダリストジェームズ・ウッズを上回り、シルバーメダル。2015年4月に開催された AFP 主催のトータルファイトでは、ウィンター・エックス・ゲームズスロープスタイル3年連続覇者のニック。 ゲッパーを上回り、シルバーメダル。2015年8月に、ニュージーランドのカードローナで開催された、FIS 主催のワールドカップでは7位。2015年12月に、アメリカコロラド州ブリッケンリーチで開催する、デューツアースロープスタイルへの参戦した。ありがとうございます。